庭にキュウリがなってて、それが、1日そう10本ぐらい取れる。食べきんないです。で考えたのが、そうだピクルスにしようと。そういうことでピクルス。このままつける方がいいね、なんかダイナミックで。よし、このままつけることにしよう。だけど、パプリカはやっぱ切らないとダメだな、これな。どうやんのこれ。ここで切って。これで切った野菜がこれでできて、とりあえずこれを軽く湯で煮た方がいいんだろうね。あ、出たって入らないかな、これ。半分に切らないとダメですね。よし、落ちた。よし、まあこんなもんでよかろう。これも半分に切っておけ。あ、もう少しやった方がいいかな、これ。よし。赤ピーマン。黄色ピーマン。うわ、ちゃ。さっと茹でる。これで、野菜は準備完了で、ピクルスはちょっと量が多いんで、多分このぐらいの、これ梅酒用の瓶ですが、これでいってみたいと思います。ちょっと殺菌用に焼酎でも入れて、焼酎で殺菌。本当は熱湯殺菌がいいんだけど、これは耐熱容器じゃないんで割れちゃうんだよね。でもちろんこれは取っといて後で飲むんだよね。よいしょ。よし、締め俺取ってった。はい、さっき用意した野菜をここに入れていきますか。お、どうやって入れよう。やっぱきゅうりが先だろうな。この感じですかね。入れちゃえ。どんどん。酢足りんのかな、これで。大量に酢がいるような気がするな。